はい、どうもこんにちは、おもちゃんでるんです。さあ、ということで今回はね、はい、こんな感じでもうこちらね、買っちゃったんでちょっと見ていこうかなと思いますが、はい、これがね、三ツ矢アソート 500mm×24 本、はい、こちらね、ちょっとね見ていこうかなと思います。で、これもご存知の方たくさんいっぱいいらっしゃるとは思いますが、あのですね、まあまあ去年とかだと、あのスーパーでカルピス4本買ったらなんかトミカもらえたじゃないですか。まあ簡易的なやつですけども、それがね、まあ今年も登場したんですけども、もう僕ね、周りちょっと探しに行くのもあれだし、ただこれあのおサボりセットですね。今回のねキャンペーンは中で6本買ったら確かね、あの1台のトミカもらえるんですけども、それがね、今回ね、これね、あのそのトミカが4種類あるんですけど、4種類がセットになって、さらにこのアソートとしてジュースがね、 500ml のものが、まあ、6/4/21ですね、24本入ってるんで、まあ、24本ね入ってるものをこれ Amazon で買ったんで、はい、ちょっとね見ていこうかなと思います。いや、正直ね、もう今回はちょっとこのセット商品に甘えちゃいましたね、はい。ちなみになんかね、 LINE のねキャンペーンでも15名ぐらいだったかなんだかね、ちょっと当たるやつもあるんで、そういったところもねちょっとねチェックしてみてください。じゃあもう開けていきますね。はい、あの箱開けていきましょう。ちょっと見えにくくてすいませんけど、とさあ、ではどんな感じになってるのか、あ、上から行ってみましょうか。上からね見てね、いきますよ。はい、中はどうなっているんでしょうか。ではでは、オープン。お、もうトミカ見えましたね。こんな感じで、あー、もうこういう形でもう売る気満々だったんですよ、これ。はい、しっかりと入る箱になってます。はい。まあこちらね、こんな感じで入っておりまして、でこれをこうちょっとこう出すと下にジュースがたくさん入ってると、おお、まあね、別にね美味しくないものが入ってるわけじゃないですよ。全然普段ね飲むものが入ってるんですよね。もう三ツ矢サイダーとかね、めっちゃ子供とか飲むし、あとこれなんだ、あ、レモンか。これでも普通に美味しいしね、これね、特濃のこの桃のやつとかで、これは、あ、これも美味しいですね。うん、オレンジとか、だから好みはある人はね、まあおすすめできないかもしれませんけども、全然美味しいやつが全部入ってるんで、まあありっちゃありかもしれませんね。はい。トミカが欲しいっていう方はありっちゃありだと思いますんで、はい、Amazon で売ってると思います。気になった方はちょっと要チェックといったところです。じゃあちょっとこれ重たいんでこのまま置いときます。はい。よし、じゃあね、とりあえずねこちらがね今回のメインなので、ではじゃあちょっと開けていきましょう。どうやって出すんでしょうね。あ、こっから開けるのね。ペロッと、後ろから出すパターンですね。あ、ここもね。ここも金のね。よしよし、じゃあ行きましょう。よっほっね、おー、出てきましたよ。もうこの、しっかりしとるな、これ。しっかりしたパッケージだわ。よーし。じゃあ、ちょっと出していきましょうか。今回この4種類ね。よいしょ。さあ、それでは改めまして、こちらね、今回ね、4種になります。見ていきましょう。アサヒ飲料の、まあ、三ツ矢のね、キャンペーンのトミカになりますが、はい、こちらね、3月28日は三ツ矢の日ね。ちょっと、まあ、その日に動画出したらよかったですけども、はい、こちらのね、4種今回見ていこうかなと思います。車種的には、左上からこれ三ツ矢のカフェカー、そして右上が、これがね、ホイールローダースプラッシュタイプですね。で、左下、これがミキサー車で、右下がミニバスとなってます。まあ、どれもこれまでね、キャンペーンで登場してきた車両の、まあ、バリエーションですかね。今回の、ね、特別なバリエーションになってますね。で、今回もね、あの車体自体は ABS タイプだと思います。はい、こんな感じで本体 ABS になってるんで、まあ簡易的なトミカかな、どっちかというとね。まあハッピーセットよりはちょっとしっかりしてるけども、まあ簡易的なトミカだと思います。よし、じゃあ一つずつね、ちょっと今から楽しんでいきましょう。じゃあもうカフェカーから行きましょうかね。ってことで、ちょっと後ろの箱はちょっと重たいんでこのままにしときますけど、さあ、ではね、まず1台目ね、オリジナルトミカの三ツ矢カフェカー行きましょう。まず箱ですね、少し普通のトミカより大きい箱になってます。で、はい、このようになっておりまして、あ、トミカのとこね、こうした方がいいか、こんな感じで入っていると。で、上にはこのように非売品と書いてありますね。で、転売禁止の文字書いてるんですけども、メルカリでいっぱい売ってますんで、はい、あの気になる方は、まあ、おすすめはしません。はい。僕もなかったら買ったりするんですけど。さあ、それではちょっと行きましょうか。カフェカーからね、開けていきましょう。よいしょっと。まあ、トミカとしては、まあまあ、ワンサイズちょっと大きめですね、今回もね。おー、いいですね。さあ、ではでは、結構楽しんでいきましょうか。よし。いいね。さあ、ではでは、行きたいと思います。お、3月28日は三ツ矢日って書かれてますね。では楽しんでいきましょう。まずですね、顔こんな感じです。まあ、こちらね、緑色の成型色ですね。こんな感じになってまして、
て、でヘッドライトはねグレーの塗装仕上げと、でルーフの部分ここですね、ここにはこのようにしっかりとプリントでねトミカのロゴね書かれています。で側面いきましょうか。はい、横はねこんな感じ。この方はシールですね、このように3月28日は三ツ矢の日とね書かれてて、でドアの部分にはこれねおなじみの三ツ矢のロゴ、これはプリントで書かれてますね。でこの部分がギミックになってて、パカッと開けるとよいしょ、これ確かに降りてくるはずなんですよ。よし、どうだ降りてこない降りてきて、こんな時には爪楊枝よいしょっと。はい、こんな感じでね開閉できるようにギミックになってましてね、しっかりとこうカフェカーということで、まあ移動販売車のような感じになりますね。でここにもね三ツ矢カフェで140周年のロゴですかね入ってて、でここねこの美味しそうなこのジュースね、しっかりとこのようにイラストですが描かれてます。まあこの辺りは全部こうシールになってますね。ただこういうギミックがついてるっていうのもまた素敵だと思います。でホイール体はねこちらはね成型色の上にプリントでねおなじみのトミカのホイールがねデザイン入ってます。で後ろ行きましょう。テールこんな感じです。まあ簡易的な作りですね。ドアの部分は形作られてて、レンズはね赤の塗装仕上げと、で反対側の側面ね、お店の後ろ側になるんですけども、こちらも特に塗装とかデザインは入ってません。ただドアの部分には三ツ矢のロゴね書いてあります。で上から見てみるとこんな感じ、ルーフもシンプルです。でそこはね、はい、こちらもねトミーと大きく書かれてまして、それ以外シンプルですね。でこちらね車両ねサスペンションとかのギミックはないんですが、手転がしはねきっちりとできるのと、あとねこれね先ほど開けましたけども、まあこんな感じでね閉じたり開いたりしてね、ちょっとまたこれ無理だおっとっと、このように言ったらよいしょ、このお店にねすることができる形になってます。ということで1台目ねこちらに三ツ矢のカフェカーでしたが、なかなか見かけがねすごくね可愛いんで、まあ、ジュースね今回6本でちょっと多いんですけども、まあ購入してこれがもらえるならなかなかまあいいんじゃないかなと思いますね。ダイキャスト製だったらね多分すごい取り合いになってると思うんですけども、でもこれですらね結構ねないお店が、ね、多いみたいなので、まあ、もし気になる方はちょっとねお近くのスーパーで探してみてください。さあではね他にね3台あるんでどんどんちょっと見ていきましょう。さあではね続いてこちら行きましょうかね。こちらね三ツ矢のミキサー車になります。これねちょっと最初にデザイン見た時ねめっちゃ可愛いなと思いましたね。なんかいいですよこれね。で箱はねまあさっきのねカフェカーと同じような感じですね、このようになっております。あちなみにこのトミカのデザインは前後ねこのように同じものがね描かれてます。よし、じゃあちょっと開けていきましょうか。このミキサー車多分絶対一番人気ないそうな気がするんですけどね。おお、なんか実物もいいですね。これタンクの部分がこれクリアなんですよ。おお、素敵だね。よし、じゃあちょっと楽しんでいきましょう。まずで、ね、顔こんな感じです。この丸めのヘッドライトが非常に可愛いですね。でこちらもボディね成型色なんですが、カラーは緑色になってます。でルーフの部分にはこちらにもねトミカのロゴ大きく書かれてますね。もちろんプリントです。で側面いきましょう。横から見てみると、はい、こんな感じ。いいね、このねタンククリアパーツでしっかりと回転ねするギミックになってます。この部分デザイン入ってるんですが、ここはね、シールになってますね。こちら側から見るとちょっとね文字逆さなんで、後ほど判定から見ましょう。でこの車両にもドアにはね三ツ矢のロゴねプリントで書いてあります。でホイールタイヤはこちらもプリント仕上げです。で後ろですがこんな感じね。こちらミキサー車ということで、まあ作り的にはちょっと簡易的に見えるんですが、このように構造はねしっかりとね形作られています。でテールレンズは赤の塗装仕上げと。で反対側の側面ね、こちら側から見るとこうなってまして、ドアの部分に三ツ矢のロゴですね。でこのタンクの部分は、はいね、3月28日は三ツ矢の日ってね書かれてて、あと140周年のロゴで、その周りはこれ炭酸の泡ですかね、丸いものがいっぱい書かれてます。で三ツ矢のロゴもあると。あ、このロゴに関しては反対側から見る方が正しい方向に見えるみたいです。いいですね、本当に可愛い車両ですね。で上から見てみると、はい、こうなってて、でそこの部分はと、ね、こちらもシンプル、こんな感じです。でこの車両も特にサスペンションはないんですが、手転がしと、あとねこの後ろのねこのタンクがくるくるね回転できるね形となってます。いいですね、こちらも素敵な車両になっておりました。これはねちょっと人気でそうですね。ということで2つ目ね三ツ矢のミキサー車でした。ではでは続いての車両行ってみましょう。ではでは続きましてが、ちょっとね名前長いんですけども、こちらが三ツ矢レモンでいいですかね、レモンサイダー140のホイールローダースプラッシュタイプとなってます。はい、こんな感じのねホイールローダーですね。またこれもねなかなかこれも人気でそうですよね。
で箱根全体こんな感じと、今ちらっと見えましたがなんかギミックついてますね。前にもついてたかな。はい、こんな感じで遊び方がね書いてありまして、まあなんかちょっとこうねハッピーセットみたいにこうプッシュでこう走るような、なんか確かねそんなギミック付きだと思いますね。これも楽しんでいきましょう。ではでは参ります。あ、これもでもやっぱ小さい子とかこういうの欲しがりそうですよね。あ、ホイールでかいなすごいこれ迫力めっちゃありますね。ここのパッケージの写真がね結構小さめなんで比較するとめちゃめちゃ迫力満点です。よし、じゃあ開けましょうか。あ、これは密封タイプですね。ではでは、ちょっと直近調しまして開けましょう。まずこちらが車両で、あとこれがなんて言っていいのこれ、発車する機械ね。はい、まあまあ、まあ、鍵とでも呼んでおきましょう。こんな感じのものがついてます。後ほど後ろに差し込んで発車遊びをしたいかなと思います。で、はい、こちら車両ですね。いいですね、ホイールローダー。ではではちょっと見ていきましょう。まず正面こんな感じです。まあこちらの大きなバケットついてますね。この部分、あ、稼働するんですね。このように稼働するギミック、これもしっかりとできてますね。うん、素晴らしいね。で、あ、ここに3月28日は三ツ矢の日ってね書かれてますね。プリントで書いてあります。毛が細かい、素敵ですね。で、ルーフの部分にはこちらもねトミカのロゴが入っていると。で、側面いきましょうかね。はい、横から見るとこんな感じになっておりまして、まずねこうタイヤ大きいなと思いますね。はい、このようにかなりね大きいサイズのものがね使用されてます。で、ホイールのデザインはプリントですね。ちょっとね大きさ見るたびにさっきのねこのミキサー車のホイールと、ね、比べてみますが、はい、これぐらいの大きさの差がありますんで伝わればいいかなと思いますね。めちゃめちゃ大きいです。で、あとね作りも結構いいんですよ。このね運転席のめったここねクリアパーツになってるんですよね。この辺りで全面クリアパーツなので結構ねコスト的にもかかってますよね。ギミックとかもありますしね。うん、素敵な作りですね。こういったとこもちょっとこう色分けも、ね、されてるしね。いいですね、いいですね。で、後ろ行きましょう。はい、テール周りはこのような感じ。ここね黄色の塗装入ってますね。このように黄色に塗られてます。で、ちょっと上から見るとこんな感じで140周年と、レモンのね文字が書かれていると。ね、調べもせずに読んでますけどレモンで合ってますよね間違ってたらごめんなさいね。確かレモンです。で、反対の側面いきましょうね。こちら側から見てもねとにかくホイールタイヤが、ね、大きいなと思うんですけども、車体も本当にねしっかりとできておりまして、で、上から見てみると、はい、こんな感じで、そこの部分はと、はい、このようになってます。で、この車両にギミックですが、このね、バケットの部分の上下ですね。で、手転がしができるんですが、後ろにこのように、先ほどのこのね、鍵と呼んでおきましょう。このパーツを差し込めるようになってるんで、ではちょっと行きましょうか。これは、こっち向きになるのかな？こう？こうですね。はい、このように差し込んでちょっと行きましょう。はい、で、これ、ね、両方からこうねパスッと押してあげると多分発射しますね。では参りましょう。3、2、1、5。おお、いいねちょっともう一回行きますよ。3、2、1、5。おお、いいスピード感よ。なんか楽しいね。こういうのね、なんでしょう、もう僕ちっちゃい頃からね、こういう単純なこういうギミック好きなんですよね。うん、めっちゃ楽しみます。ホイールローダーめっちゃおすすめ。はい。ということで、3つ目。ああ、これもなんかちょっと取り合いになっちゃいそうな気もしますが、これね、3つやレモンサイダー140のホイールローダー、音とスプラッシュタイプでした。めちゃめちゃおすすめです。じゃあね、続いての車両も行ってみましょう。では4種類目、こちらね、三ツ矢ゼロミニバス行きたいと思います。まあちょっと言葉選びそうになるんですけど、これが一番なんか余ってそうな気もしないこともないんですけども、さあ、それではちょっとね感じで行きましょう。まずパッケージざっとこのようになってます。で、ミニバスですね。可愛いデザインのミニバス。ではでは行きましょうか。なんか特にギミックとかなんかね派手さとかそういったものないと思いますね。ただただ可愛さが一番いいかもしれません、これね。で、あ、そっかそっかそっか、このシリーズってそうなんですよ。あのね、ちょっと箱とまた違うんですよね。多分前のねミニバス時も言ったと思うんですけど、これね写真のものがね出てくると思ったらね、これちょっと違うんですよ。あの角張ってんですよね実際の車両ね。この丸みとかがこうないんで、ちょっとその辺とかね、ちょっとこう丸い感じで作ってくれたらよかったかなと思うところあるんですけども。よし、じゃあちょっと見ていきましょう。で、まずフロント顔こうなって
っています。丸めのヘッドライトは可愛いですね。で今回ね三ツ矢ゼロということで、まあ、その飲み物ちょっとあまり分かってないんですけど、色は白とあとね明るい水色のツートーンになってますね。ルーフの部分と下の部分が水色になっていると。で140周年のロゴねこんな感じでプリントで書かれてます。で窓は全てこう塗装仕上げですね。で側面いきますが、はい、横こんな感じですね。三ツ矢サイダーゼロのねロゴね大きく書かれてます。でこれ炭酸生ですかね、このようにデザインが入っていて、で三ツ矢のロゴもね書いてあります。でホイールタイヤもこちらもプリントですね、こんな感じになってまして、少しだけタイヤのサイズ大きめです。ただたださっきのねホイールローダーよりは小さいですね。これ本当に大きい。でもなかなかあの側面のこのね広さを生かしたなかなか可愛いデザインになってます。で後ろ行きましょう。はい、テールこんな感じですね。レンズは赤の塗装入ってます。でこちらねおなじみの3月28日は三ツ矢の日のね文字が書かれてて、でリアのバンパーは水色です。で窓は塗装仕上げと。で反対側の側面、はい、こちら側もね先ほどの面と同じようなデザインになってますが、こんな感じで全体的に入ってまして、で上から見てみるとこんな感じ。忘れるところでした、ルーフにはこちらにもねしっかりとトミカのロゴ大きくプリントで書かれてます。でそこはねはいこんな感じになってます。でこの車両ですね、まあ、特にサスペンションのギミックとかないです。手転がしのみがねできる形になってます。はい、ということでこちらですね4代目ね、まあディスプレイするには可愛いね車両だとは思いますが、まあまあ他の車両に比べると、特別なんでしょう。魅力的に一番欠けるかなというのはあんま酷評を言うとあれなんですけども、まあまあ余ってそうな気がしますねまあでもコンプリートするならぜひこれもねちょっと揃えてみてください。ということでラストねこちらね三ツ矢ゼロのミニバスでした。はい、ということで今回はですねこれね三ツ矢ブランドのキャンペーンのオリジナルトミカね4種類をねちょっと、ね、見ていきましょうか。さあいかがだったでしょうか。あ、ちなみに今回アソート買いするとこちらのね6種類のまあ三ツ矢ブランドの飲料がそれぞれね4本ずつね入ったねアソートになっておりました。まあ Amazon でね購入することができるんで、まあこのね4種類コンプリートねちょっとお近くで難しいという方は、まあこのね飲み物に抵抗ない方はちょっとぜひねこういったね手もね使ってみるのもねいいかなとは思います。まあただねスーパーでねキャンペーンやってると、例えば三ツ矢サイダーがめっちゃ好きっていう方はもうこれ24個買ったらこの4種類ねコンプリートすることもまあできたりもするんで、まあご自身のね、まあ、周りのこの環境に合わせてねぜひねちょっとコンプリートねチャレンジしてみてください。まあ、ただ今回から6本になったというのがちょっとねあのお財布にちょっと厳しいかなと思うんですけども、まあ、もし気になる方はぜひスーパーで探してみてください。まあ、ということで、はい、今回ねこの間に締めたいと思います。おもチャンネルのタレでした。皆様の、ね、チャンネル登録やコメント評価どの場所の空でよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやってますんでそちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきましてありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。